北海道出身二枚隊長です。兵庫県県道中本町に本日で32名の隊員が参加しております。鹿児島県出身藤原副隊長と各幕僚です。続いてまいりましたのは第13特化隊本部管理中隊です。福岡県出身明石中隊長を先頭に指揮通信車気象測定装置、救急車、除染車、給水車、水具車です。WAPC を先頭に10レッカーです。続いてまいりましたのは本記念行事を支援する部隊です。鳥取県米子駐屯地に所在します第8普通科連隊の高機動車軽装甲機動車通称ラブです。
駐屯地に所在します。第13偵察隊の87式偵察警戒車です。続いてまいりましたのは福岡県小郡駐屯地に所在します。第5施設団第304行動中隊の行動掘削装置です。続いてまいりましたのは航空自衛隊福岡県芦屋基地に所在します。西部降車群第6降車隊のペトリオットです。神奈川県出身原中隊長が乗車する74式戦車を先頭に同戦車2両です。なお今年度の改編により第13戦車中隊は廃止となるため、今年度の日本原駐屯地記念日行事での戦車部隊の観閲行進は最後となります。